青コーナーより選手入場。ハードコア不死身のタフガイが入場してまいりました。赤コーナーより、ケンタ、入場！得意のキックでジュニアのトップを伺ってまいります。この男ケンタの入場であります。ガンガン行け！ケンタ！ベストオブザスーパージュニア公式戦、時間無制限一本勝負を行います。青コーナーオリジナルレッスン、ガンガン行け！頑張れ！頑張れ！赤コーナー頑張れ！173センチ80球ケンタ、ケンタ、ケンタ、西永秀一、ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、このネックすごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。切り返します。ローリングしてのキック、抱えます。外してまいります。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。いやらしいステップキック、掴みます。肘を打ち込んでまいります。掴んだ、膝を入れていきます。強烈なキックです。このポーズです。
僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。プロとして試合していく上でね、やっぱり重要なのはいかに頭を打たないかということなんですよね。そのためにレスラーっていうのは受け身っていうものを本当に何千回も練習しますからね。ああ、まさにそのあたり、日々の鍛錬というわけですね。もちろんそうですよ。蹴り技の申し子であります、この健太。日々のトレーニングの合間を縫って、その蹴りに磨きをかけるこの男。健太のキックは、ギャルのハートも真っ赤に晴らしてまいります。スタンディングを取らせます。キックで返します。このあたり、館内もヒートアップしてまいりました。そうですね。すごい気合ですね。いい攻めですよ。ええ。巻き投げてまいります。クラシカルな技を繰り出してまいります。ロープにブレイクしました。腰を落とします。容赦のないキック攻撃です。エルボー、顔面を捉えます。組みに行きます。倒してまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。打ち込んでまいります。腕をフックし、DDT でマットに突き刺します。あっと、パンチです。行くのか。逆に投げてまいります。荒っぽいファイトを展開してまいります。リング上は首四の字固めであります。ロープブレイクです。組み合います。逆に返します。相手を挑発してまいります。抱えます。させません。顔面へのキックです。ロックアップ。逆に倒します。アピールをしてまいります。抱えます。あっと、エルボー。タックルでぶちかまします。あっと、返します。気迫がすごいですね。そうですね。こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。ブロックした。小股に挟んだ。強烈に叩きつける。引き起こす。バックに回った。タイガースプレックス。フィニッシュ宣言か。抱えた。打たせない。おっと、逆に捉えた。バックアップ。シャーマン、綺麗な人間鏡。岸壁の母の胸に抱かれました。腕をフックした。おっと、外した。おっと、キャッチした。ここはチャンスですね。ええ、ここは一気に行くしかないですよ。腕をフックした。ハーフハッチで投げていった。カウント2つで返してまいります。首根っこを掴んだ。小気味のいいコンビネーションだ。頭を掴んで逆にバックに回った。あっと、逆に切り返した。ロープに逃れました。次上げるのか。フロントキック。顔面蹴り上げる。片エビに持ち込む。ここでロープブレイク。ガチッと組み合った。コーナーに振って、今頭打ったんじゃないですかね。もう一回下手から打ちつけたか。起こした。強烈に入りましたよ。骨がきしも落とすが聞こえてまいります。あっと、円錐切り。腰を落とす。デスバレーボム。腰に手を回した。シャーロー